カリフォルニア美術大学は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ及びカリフォルニア州アラメダ軍オークランドに本部を置く、アメリカ合衆国の私立大学である。1907年に設置された。略称は CCA。同じカリフォルニア州に位置するカリフォルニア芸術大学とは、同じ訳語が用いられる場合があるが、両者は別の大学組織である。 設立時の経緯からサンフランシスコベイエリアと密接なつながりを持ち、卒業生の多くが同地の企業に雇用されており、卒業生の平均給与はアメリカ西海岸の大学でもトップクラスである。ビジネスウィーク市から世界の優れたデザイン学校の一つとの評価を受けるなど、長い歴史を持つ教育内容が高く評価されている。1907年、 カリフォルニア州で最も古い美術系の専門大学として教育家フレデリック・メイヤーによって設立された。ドイツ出身の家具職人であったメイヤーは渡米してフィラデルフィア美術館附属美術大学で学び、公立学校の美術教師などを経てカリフォルニア州に今日構え、サンフランシスコベエリアでのアーツクラフツ運動を指導した。その集大成として1907年に バークレーにカリフォルニアギルドアーツクラフトスクールを創立し、初代学長を務めた。翌年、公明はカリフォルニア美術工芸学校に改名された。1922年、オークランドに4エーカーの土地を購入して、学生や教師らの手で開拓して、新しいキャンパスを建設し、教育機関としての設備が整った。この際、学長のメイヤーは、 造園を担当し、それらの面影は現在でも、オークランドキャンパスに点在している。1936年、カルフォルニア美術工芸大学に改名、2003年に現在のカリフォルニア美術大学に変更されるまで、長らく定着した。1944年、第二次世界大戦中に創設者であるメイヤーが、職人を引退すると同時に、 学長職を退き、大学は彼の教え子たちに託された。大戦後の復興期に学生が急増したことも手伝って、大学の運営方針は大幅に改革され、映画学科やインテリアデザイン、ウッドデザインなど、それまでになかった先行の増設も進められた。一連の改革は CCA が持つ多様な教育課程の源流となり、 各選考から優れた人材を輩出している。現在では、建築、絵画、彫刻、工芸など、伝統的な選考から、アニメーションやイラストレーション、映画や、コミュニティアートなど、新しい分野にまで幅広い教育分野が用意、されている。特に陶芸の分野では、ピーター・ボー・コスラーアメリカの現代陶芸を主導した人物を輩出している。大学内に、アーティスと呼ばれる、展示、 公園スペースを有している。また、大阪芸術大学とも提携している。カリフォルニアカレッジオブザアーツとの混同を避ける、必要性がある。ありがとうございます。